Z 世代の若き技能者たちが技能レベルを競い合うものづくりの祭典、技能五輪全国大会。今年は40を超える幅広い競技職種のものづくりアスリートたちが日本一の栄冠を目指して東京に集結。技能五輪ロードトゥ東京。東京都渋谷区にある国際文化理容美容専門学校。おととしの全国大会で銀賞と銅賞、去年は金賞と銀賞を受賞するなど、近年目覚ましい活躍をしている注目校です。そんな学校から今年全国大会に出場するのはこちらの生徒ではなく先生、安間浩介さん22歳。2020年にこの学校を卒業し、昨年から教員として生徒たちの指導を行っています。親近感があって優しく教えてくれます。学生の目線近くで、指導はしてくれてると思います。技能五輪の美容職種は競技のレベルが高いため、こちらの学校では毎年年齢条件を満たした教員が選手として出場しています。他の大会に比べてやっぱり競技数が多い。2日間で4競技やるんですけど、練習していくことが1個じゃないので、他のコンテストとはちょっと違うかなって思ったりします。技能五輪の課題はご覧の4つ。今回はその中からこのクリエイティブテクニカルスタイルに向けた練習をしていきます。お願いします。午後4時練習スタート。制限時間90分以内でこちらの作品を作り上げます。その工程は大きく分けて3つ。まずはカット。ポイントはヘアスタイルに合わせて毛量を調整すること。今回のスタイルだと頭皮に密着する部分は膨らまないよう少なめに、立たせる部分は迫力を出すよう若干多めというような感じで、部位ごとに毛の量を調整することが重要となります。続いてはブロー。ブローとはドライヤーとブラシを使って髪を乾かすこと。そのポイントについて、過去に技能五輪で銀賞を獲得した経験を持つ指導員の田島さんに伺いました。ドライヤーのノズルが横に寝すぎてしまっていると風が上にかけてしまうので、なるべく頭皮に向かってつけることによって乾きやすくなる。時間もかなり限られているので早く乾かして、もうセットに時間を割きたい。最後の仕上げのカットもしたりとかもしていくので、ドライヤーはなるべく早くっていう風にしています。ドライヤーを効率よく使うことが重要です。最後はセット。練習開始からおよそ20分、ここから残りの時間を使ってセットしていきます。そこで鍵となるのがこの逆毛。毛先から根元に向かって櫛を入れ逆毛を作り、それを土台にして髪を立たせていきます。練習時間残り40分、バック部分を作り終え、フロント部分に取り掛かります。こちらも同様に逆毛を使い丁寧にセットしていきます。そして午後5時半練習終了、はい、作品の出来栄えに昨年技能五輪で金賞を獲得した指導員の竹村さんは、この幅を半分に割って下側の毛がやや長い、はい、徐々に長くなっていった方が短い毛が支えていってくれるので、はい、髪の毛全体が滑らかに見えるんですよ、はい、地肌から直接立たせている髪の毛に自然な丸みを持たせるためには短い毛からグラデーションをしっかり作っていただいて、はい、
ください。はい、はい、練習を終えたあんまさんに感想を伺うと、今日の練習はとてもいい経験になったなって思います。見られるっていうのがこんなにも緊張するっていうのを改めて知ることができたし、今日の出来が今の自分のレベルだっていうのは把握することができたので、1日1体2体とかじゃなくて、まあ、それ以上に練習してできてない点を少なくしていけるように、ゼロに近づけていけるような練習をこれからしていければいいかなって思います。金あるのみだと思います。全国大会までおよそ3ヶ月、本番でのあんまさんの活躍期待しています。